お疲れ様んさ、チャカポコです。推定血管年齢88歳の男です。今日は、緊急に撮ってるわけじゃありません。今日のテーマはね、今日朝ちょっとニュースで言ってましたけど、日本人の給料ということでお話ししてみましょうかね。それじゃあどうぞ。はい、今日は日本人の給料ということで、朝のニュースでですね、私テレビ見ないんですけど、朝ご飯食べるときだけはちょっとテレビ流しているんですけどね、カプコンというゲームの会社が大卒初任給を30万にしたということでニュースになってましたね。まあ、私からしたらようやく30万かという話なんですけども、私が会社入った時の初任給っていくらなんだろうな、13万円台かな、確か13万いくらとか、そういった感じじゃないかと思うんですけど、まあ当時はね、景気よくて、まあ、バブルの時代でもありましたんで、まあ、毎年毎年給料がねベースアップと定昇で結構上がってましたけどもね、まあ、ずっとだから日本っていうのは何十年もね給料が上がらない時代が続いたんですよね。ですよね確かね、多分デフレでしたんでね。でまあようやく30万ということで、確かね、まあ、私の記憶が正しければ、間違ってたらごめんなさいね、多分ねアメリカの大卒初任給っていうのはね、もうそろそろ1000万に近づくんじゃないですかね、年収ね、年収だから、カプコンが給料30万円出すということは、まあ年収何分だろう、600万ぐらいじゃないですかね。30万でようやく600ぐらいになるんじゃないですかね。ちょっとまあいろいろ手当とかわからないですけど、アメリカの大卒初任給はもう1000万に届いたか届こうとしてるか、どっちだと思いますよ。あとはね、なんだ、グーグルっていう会社ありますよね。まあおそらくアメリカのエリート、ハーバードとか出たエリートがしか入れないんでしょうけども、35歳の平均年収が2500万とか言ってたような気がするんだよね。これもごめんなさい、間違ったらごめんなさいね、なんかそういうニュース見たことあるんだよね。なのでいかに日本がね、給料安いかっていう話ですよ。ほら、日本の優秀な人材はアメリカの会社に就職してるんじゃないですかね。東大とか総計とか出てるね、優秀な若者はもうそっち行っちゃいますよね。私は YouTube で、北欧の女の子とね、ちょっとこうが私の動画見ててくれてて、まあ、彼女の動画も私見てるんですけども、やっぱねすごい高いよね、物価が。レストラン行ったら5000円ぐらいはもう軽く飛びますよね。日本だと5000円出せばね、結構ごちそうが食えるんじゃないかと思うんですけど、まあ、それでも日本も結構最近高いよね。昨日マスモトっていうラーメン屋、宮崎発祥のですね、辛麺のこんにゃく麺のありますよね、マスモト、知らないですかね。あそこに行ってね、チャーハンセットで辛さは3辛、トッピングはニラで頼んだら1800円がしたよね。でラーメン一杯食うのも1800円かかるってことでね、日本でもね高いよな。まあそんなこんなで、日本の給料はようやく動き出したっていう感じですかね。ちょっとあれ、新浪さん、経済同友会の今会長かなんかやってるんでしょ。新浪さん、ちょっともうちょっとね、旗振りして、給料はね、給
給料上げない会社はもうちょっとダメだみたいなことをどんどん発信してほしいですよね。ダメですよ日本。若者のあのモチベーションがちっとも上がらないですよね。安い給料で働かされて日本なんか誰も残りませんよ。やっぱり日本の経営者っていうのはあれじゃないですかね、なんていうか人件費っていうのをやっぱ経費と捉えてるんですよね。経費、経費じゃなくて、人材を資産と捉える、そういった発想がねやっぱり必要じゃないかなと思いますね。人材は資産ですよ。お金を生み出すんですから、そういう発想を持って経営に当たっていただければいいんじゃないかと思いますけど、まあ私がこんな北九州の片田舎で車の中でブツブツ言っても何も変わりませんので、新浪さんよろしくお願いしますよ。本当元部下ですから私。まあそんなこんなで日本人の給料が低すぎると、これはもうねちょっともう政府もねちょっと動いてほしいよね。もうなんか罰則与えてほしいですね。罰則は給料上げない会社はどうのこうのとかね、なんかいい方法ないかね。まあそんな感じで、今日は日本人の給料低すぎて、この血管年齢88歳のおじさんは怒ってますよというお話でしたね。それじゃあ、今日の一言、これからね帳簿をつける会計の方、人件費は経費ではなくて資産と考えましょう。それじゃあいってらっしゃい。